いね、引っ張るね。これどこさんでしょ？な、これ横にさん、横向けた。あー、なるほど。あ、で、ダスト。ホース見とらんやった踏むこれでやったでもこっちもこのやったら水止めとるけんか後輪の踏んでも大丈夫電源取り出し取ればってあ、よかよかそれでよかこれはうんバッチリうんうん檻が張ろうぜまだ入っとらん。
運転せない感じ。うん、そう、つなげてみろ。つなげてか、つなげて。え、ああ、そこにまたそれのあるわけね、うん、電源はこれで取ると中、トラクターの電源か、うん、これ開けないかね、開けないか開けたがよか、うん、そうよね、これだけじゃなかったよねと思ったなんか違うだったよねみたいな。これはトラここにこっちだ、はいはい、じゃあこれも中に入れたらよかったね、中に入れたらよかね、うん、っていうか、例えばこっちにやればよかったね。あ、そうそう、その中に入れてやるよかった千番これ多分中の方に引っ張り込んでやったら、ね、引っ張り込んでやったらよかったね、うん、長いね。一緒に閉まってちゃう。違うね。556ね。もうまだ入れたがいいね。あと少し余裕あってこようかな。まだ取っちゃったっけ。あんまり引っ張ったらいかんだろう。うん、待って、引っ張っていかないとね、下ろした時に上げ下げすっけね、うん、そしてこれはここで束ね取ったらよかね、うん、ずれんごて、束ねるか、タオル巻こうかな、タオル突っ込んどくか、これはなんて、さあちゃんの白掛けしてて、この時よりやめてる、まだ持ってくればよかったよ、まだせんじゃない？
リモコン。どっかに出すと水平器持ってきとるか。トラクターの人らんと。なあ、さっき持ってきたじゃん。あ、そうや。あ、持っとったね。うん。ここに音だったかな。あの袋ばする前どうやった？なんで子供にあってやっていうところに大体あるもんね。そういうこと。そう、袋ば外す前まで持っとった。これがじゃがいも植えもんだろ。これの改造版。番外タバコンだよ。トラクターなんだ。あ？トラクター植え？ああああ。どこ行っとった？ここにあった。持ってきたねか持った。下に下ろしてあん、その旋盤見たら？50台まで使う。声が？うん。なんか3メートルあるけど、声。そうね。25から。3メーターちょうど？ 3.1 ぐらい。3.1。出るっちゃも水平出る出る。しばらく前に一応合わせはしたぞ。ああ、ロタリーもんの。ああ大丈夫。出したらもうパタンと戻るとね、戻ったら
開くんですよ。これ綺麗になりたもん。あ、マジで。このライン？多分一緒ぐらいだもん。あ、レベルラインって書いてあるんだよ。時計から。こういえばまっすぐだって水平に。水平になるような作業の仕方ってこと。ああ、なるほどね。なるほど。ここもついとった。最近思うがってやっぱタイヤが良かね。フローラーリーそう、牽引力はないやろうがってさ、乗り心地的にもうこっちはタイヤの方がいいわ。フローラーグワンガーさ、うん、マジね、畑の中じゃ強いもんね。強か、ロンツーのでね、引っ張っていくのもないじゃん、5連覇、うん、ね、バルバル早くシャワーかも。あーフローラーバギリギリやろ。31そうね、つけてる。その辺が弱かったね、タイヤは。深さ、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 ほら、消毒のスタートで消毒とかは、これでもね、あ、やたつにはね、パワー発揮する。新しい使う場合って言った時には、また言ってくれたら、俺がスコットランドかもしれない。あちゃん、いや、すぐやんなかった。まだ後。